レオンと私の物語にようこそ。今日レオンくんは初めて車に乗ってドライブです。なぜって飼い主の都合で出かけないといけないのです。前から飼い主が買っていたこのワンちゃん用ドライブボックスです。レオンくんはドライブボックスがお気に入りみたいですね。ここのボタンを両サイド外すと出入りができるようになります。こんな感じです。レオンくんはカミカミの真っ最中なのでお構いなしです。レオンくんは居心地がいいみたいですよ。そんなところからお顔出し、かわちい飼い主指様。かわいいすぎるレオンくん。両サイドにポッケットがついているので便利。飼い主がここにレオンくんの大好きなおやつガムを入れています。ぬいぐるみたいなレオンくん、かわちい。皆さんもご一緒に、はい、レオンくんかわちい、かわちい。飼い主が買ってきたレオンくんのハーネスですね。あまりかわちいくないです。でも飼い主も頑張ってるのでよしとしましょう。飼い主の時代、首輪くらいしかなかったな、時代だなってつぶやいていました。ドライブボックスには飛び出し防止のハーネスがついていて長さが調整できます。飼い主がレオンくんにハーネスをつけるみたいです。飼い主お腹出てきたのでは、痩せる努力をしましょうね。飼い主レオンくんにメロメロ。飼い主、ハーネスつけるの初めてなので手こずってますね。あ、レオンくんハーネス噛んでます。飼い主うまくハーネスつけられないので早送り。レオンくんに毎回ハーネス噛まれてうまく装着できない必死の飼い主。またまた噛まれてますね。飼い主あたふた、ずいぶん不器用な飼い主ですね。大丈夫ですか？早くハーネスつけるのを慣れてくださいね。飼い主、レオンくんに遊ばれてる飼い主、できました。初の車ですが少し緊張気味のレオンくん、そんな表情のかわちい飼い主にも嬉しそうですね。レオンくん走行中もお利口さんでした。かわちい、またドライブしたら動画あげますので見に来てくださいね。チャンネル登録もお願いします。レオンくんドキドキしているのかな。すごくお利口さんだね。最後まで見ていただきありがとうございます。またお会いしましょうね。バイバイ。